サスケ、お前も知ってんだろ。俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で、お前とさくらちゃんと一緒になって。よう、怪我はねえかよ、ビビ。お前は俺の目標になった。夢なんて言葉で終わらす気はないが、いや、ある男殺すことだ。この俺を殺したか、恨め、憎め、そして醜く生き延びる。お前と今から俺と戦い、兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。お前は仲間を何だと思ってんだ。お前なんかに分かってたまるか。俺たち第7班でやってきたことは全部何の意味もなかったのかよ。俺は一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。を救い出せるのか、俺だけだ。もう俺に構うな。俺から逃げんのか。みんな命がけでお前を追ってきたんだぞ。俺がどうなろうが、お前に何の関係がある。おじまの中にはやらねえってばよ。俺がお前の手足の骨全部追ってでも止めてやる。平和を生み出し正義。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうに抑えてんじゃねえ。お前はどこまで動いて、今の俺のこの目に見えているのはあんたの死に様だ。やっぱてめえは許せねえ。今にも殺したくて震えが止まらねえ。感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった。どうしてお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。お前のやってることは分かるってばよ。前に言ったはずだ。親も兄弟もいねえてめえに俺の何が分かる。他人は黙ってろ。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで、ずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。友達だから。それはかつて聞いた。お前にとってのそれは一体何なんだ。それを説明しろって言われても正直俺もよくわからないよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるところを見てると痛えんだ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。生き残った内派の俺と同じで、最初はそんなお前を見て
くだらないやつだと思った。じゃれたいだけの弱いやつだと。何度も叱られているお前をずっと見ていると、なぜだか気になるようになった。他人とつながろうと必死なお前を見ていると、俺の家族を思い出すようになった。おかげになりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、お前の苦しむ姿を見るたび俺が痛くなったんだ。本当は俺が羨ましかったんだ。俺にはない強さがあったから。お前はいつも俺の前を歩いてやがった。そして今日も影におとなしく斬られやがれ。その唯一が俺だから。